こんばんは。元分析者チャンネル。はい。なんだ、都知事さんか。どうしました。突然ですね。調子悪いですか。そうですね。まあ、もうとうとう公示されましてですね。うん、はい、まあ。たくさん候補いますけども、うん、はい、どうですか、決まりましたかっていう話は前向きしたような気がしますけど。いや、前向きしました。決まらないですよ。はいはい、だけどもうほら、よくわかんない泡沫候補がいっぱいいるじゃないですか、もうね。確かにね、うんうん、あとなんかほらね、うん、変なヌード写真みたいな、うん、あってるダメって言われてダメってね、警告された人とか、なんかもうしちゃうそうだね。だけどまあ大体ほら、うん、濃い池、うん、で反小池の、うん、蓮舫か、まあ、石丸か、うんうん、まあ田茂さんっていうのが、まあ、一応っていう感じでしょ、ですかね、そんな感じですか、うんうん、なんで今日はまあその一応都知事選注目のね、うん、中心人物小池百合子氏について、うんうん、はい、話をしたいと思います。はい、チャンネルがですね、うん、と思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。で、週刊式者はマルヒサロンとやっておりますので、ね、ご興味ありましたら概要欄からチェックしてください。はい、はい、で、まあ、今は、まあ、とりあえず小池さん、カイロ大学卒を経歴に書いたということで、ね、書きましたね、書きましたよね。あれ、あの小島さんがね、もっと都民ファーストの会の事務総長だった小島さんが刑事告発をして記者会見もするということで、まあ、ここが、まあ、最後のですね、剣が見れ、うんということですね。うん、まあ、ただ多分東京が受理するのかどうかも含めて、まあ、都知事選後にいずれにせよなるんだろうから、うんうん、まあ、まあそれはどうなるかわからないんですが、まあ、一応その都知事選の、まあ、争点というか検証事項の一つに学歴詐称を、うん、まあ、ねじ込んでいくっていうための会見だったんだろうなということですよね。うん、で、小島さん会見での主張が、うん、カイロ大卒業の卒業証書があれこれちょっと不備というか矛盾があるということを会見で主張しましたね。はい、ただ一方であれ、トースポの記事とかではそのカイロ大の名誉教授が会見に出てきて、うん、これミスターっていうのはなんかデフォルトであるとかなんかいろいろ反論してるらしいですよね。これは僕の想像なんですけど、はい、あの今週週刊文春の直撃にもカイロ大の名誉に関わるんだってことを小池さん言ってたじゃないですか。うん、だから一応反論の仕組みをすでに実はしてたんじゃないかなっていう気もしますよね。仕込み、仕込みだってカイロ大教授がなんで会見に来てきてるなって思うじゃないですか。うん、普通はね、唐突に ね、そう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 、他国のね、すげえな、そうそう、だからまあまあそこら辺はまあがっちり話ができてるのかわからないですが、まあ、そういうなんか動きにも見えますよね。うん、見えるよね。はいはい、うん、なんでこういう時あれ選挙ってまあ一応事前調査っていうのがあるじゃないですか。うん、はい、で、まあ、僕らも最近全然やらないですけど、まあ、いろんな選挙で何ポイントとか見たらよく定期的に回ってたんですね。うんうん、共同調査、まあ、新聞社とか自民党が調査をするんですけどね。うん、はいはい、それをもポイントを今何ポイント差だとか、ね、うん、やってますよね。はいはいはい、でこれ現代美術書いてあるから、まあ、1回目の自民党の調査だと小池氏が 43.1% と、うん、自民党の調査ですね。はい、で蓮舫氏が 33%、 石丸さんが 8.1% ということで10ポイントぐらい、うん、小池氏がリードっていうのが6月当初の予定の調査段階だったということですね。はい、まあ、ただだいぶ情勢変わってるもん ね、 ね、まあまあ日々変わっていくんですよね、ポイントはね。うんうん、まあ、ただやっぱり小池氏と蓮舫でまずは構図があって、まあ、 そこに石丸氏がどこまで伸ばしていくかという感じなのかなと。うん、今回その報道の中で、はい、あのフラッシュに小池さんのお兄さんって人が出てきたの。はい、そう出てきたんですよ。でこれ意外と知られてないけどスクープなんですね。はい、各社狙ってたけどフラッシュが取ったんですよ。あ、そうなんですか。はいはい、でこれがですねフラッシュに出てきたのが、うん、はい、小池勇さんという方なんですね。74歳、うん、はい、で一般社団法人アフリカ開発協会の理事ね感じなんですよ。で、まあ、ここの背景は分かんないんですけど、ちょうどいい大学がいろいろ大学さんがねいろいろ言ってるじゃん、カイロ大の。でそれについての多分反論っぽいことをまあ言ってる感じなんですよね。そうそうそう。で結構これはまああの週刊文春も含め各社狙ってたんだけど、フラッシュが捕まえたと。なるほど。ですよね。どんなこと言ってたんですか。でまあまあ、 あの例えばまあ親父が昔選挙に出た時に兄弟でまあそのポスター貼りをやったとか、まあそういう話をしているっていう話と、あと学歴詐称についてはですね、カイロに当時兄貴もいて、兄ちゃん卒業したよと挨拶されたんだと百合子にね、だから卒業はしてて、ちょうどいいの会見については大
様子だというようなことを言ってるんですよね。まあ、ただ別に小池さんと今でも蜜月というわけではなくて、らしくほとんど疎遠ではあるらしいんですけども、まあ、ただ自分としてはそういう、まあ、いつか来た時にはそういうことを話そうということで話したということらしいですよね。だ小池さんについて清見るにビンだよねと、よく風緑って言われるけどみたいなことも言ってるんで、まあなんか愛情があるのかね、批判的なのかよくわからないスタンスではあるんですが、年取った兄弟ってそんなもんそんなもんですかね。そうアフリカ開発みたいなことの仕事を理事としてやってるってことなんだよね。でもそのアフリカ開発が気になりますよね。そうそう、なんかね、お父さんもそういう、そう、外国のね、で最後本人もフィクサーになりたいことをやってんだよあれで、でまあアフリカの ODA ってね、自民党で一番ね、鈴木宗男さんが言ってるけど、まあいろいろ怪しいって常々言われてる中で、まあいや多分ああいうのってもう賄賂とか上等の世界で、まあいろいろあったりする世界じゃないですか。で、まあ、当時のエジプトがどうだったかわからないんですけど、まあ、ちょっと市民暴力感がありますよね。市民暴力あるよね。それになって聴導員さんとか出てきたらみんながみんななんかそうそうそう、ね、すごいなと思って、まあでもその学歴詐称問題は、まあ、正直個人的には結構厳しいなと思ってたんですよ、ずっと見てて。ああそうですか、やっぱりその卒業証書をひっくり返すものがないじゃないですか、ね、だから矛盾があるっていうことはまああるにせよ、それが決定的なものがないじゃん、だからまあただね、あの小池さんがいろんな人に嫌われてるんだなってよく分かるんですね、ここまでしつこくやられるってことは。まあ、側近がね、もう刑事告発までやるってことは本当に嫌われてるんだなっていう感じがしますよね。で多分これは小池さんの所作とかもあるんじゃない、やっぱり。まあね、相手をやっぱ切り捨てようとする時があるじゃん、局面局面でね、そこで結構恨みを買うっていうのもあったりするのかなと思っていて、まあ今回も完全に人気投票じゃないですか、ある分ね、だからこうそういった学歴詐称云々も含めて、そういう小池さんの人間っていうのを評価するということなんでしょうね。まあね、でもね、学歴詐称じゃないってもう言い続けるしかないもんね、だって法律違反になっちゃうわけじゃん、まあそうですよ、ね、そうで本人としてはまあ卒業証書もあるし何かっていうことを言い続けるしかない。卒業証書覆すと結構難しいですね。コネ入学があるんだったらコネ卒業だってあるだろうっていうのは、まあなんとなく想像する世界ではあるじゃないですか、まあ ですね、でその学力がないという批判を言ったら、じゃあ小泉進次郎だってそうだろうとはなっちゃいますよね、コロンビア大学っていう治療大学ってなっちゃうじゃないですか。そうですね、結構難しい判断だとは思うよね、そこは。そうで、まあ、前回でもそれがありながらもね、300万票以上取ってるので、まあ、今回どこまでいくか分からないですけど、でも彼女なりのバラ向きをすごい丹念にやってますよね。現職は負けたことないんでしょ。まあ、それは東京ってね、別に会計的に大赤字とかいうわけじゃないから、別に大きく変える理由っていうのがないじゃないですか。基本的にはね、よっぽどの不祥事はないと。何 3.0 でしたっけ。東京 3.0 東京 3.0 でした、ね、まあ、なんか改革 3.0 改革するようなことそんなありましたっけって感じはちょっと、まあまあ、だから満員電車の率を低くするとかなんかいろいろあったじゃないですかそれって東京とかやることなの一応僕もね、来週また第2弾を書くんですけど、まあそれがどの程度影響するかどうかは、期待と恍惚と不安で全く相手にされない、まあ、結構面白い話だと思うんですけどね。あ、そうですか。なんか期待したいですよね。そうですね、ちょっと。発売いつのやつですか。多分一応このままうまくいけば27発売ですかね、はい、期待しましょう。という感じですかね、はい、分かりました。落とさなくていいですか。はい、落とさなくていい。落とさん、小池ね、何ですか、ありますか。小池さんにまつわる、うん、ダジャレはないよ。ないよ。